はい、こんにちは、僕です。ペルソナ3続きをやっていきましょう。じゃあ5月26日ですね。とりあえずね、前回終わりに入手したアイテムを装備していきたいんだけど、誰に装備させようかな。ゆかりに着てもらえばいいかな。多機能エプロン、これね、強いんだよね。5000円で75でしょ。この交番で買ったピクセルベストよりも全然強いんだ。これ確か9000円ぐらいしましたよね。だからそう考えると多機能エプロンは全然コスパがいい。まあとりあえずゆかりに装備しておきますか。ヒーラーなんで。そんな感じで今日はね、とりあえずタルタロスにね、向かっていきたいと思いますね。仲間の予定を聞く。今日予定があって出撃できないメンバーは次の1名だな。あいつどこ行ったんだよ。他に、じゃあやめようかな。イオリ、順平いないの？見上げるたびに思うのだが、タルタロスにも最上階はあるんだろうか。さながら、夜空に吸い込まれるようにして、高く高くそびえ立つ、邪悪な塔。長い戦いになりそうだ。あれ、タルタロスって実際何階まであるんでしたっけ？200階以上あるんだよね。黒沢さんのとこで扱ってる武器にはいろいろあるが、俺の武器は言うまでもない、この拳だ。相手の懐に飛び込んで攻撃を繰り出す。見た目は地味だが、自慢の武器だ。それなら、お前も拳で戦いたくなったら言え、トレーニングメニューを組んでやれ。あれ、そういえば主人公ってさ、この短いショートソードしか装備してないですけど、あれ他のロングソードとか拳とかも装備できるのかな。試してないな、そういえば。にしても残念だな、その山岸風花さんだっけ。ペペ島くんと純平みたいに私も同学年の女の子がいた方がやりやすいんだけどな。残念だな。じゃあ夜どうしようかな。もう一つのあれ確認するのもありなんだけどな。いや、ちょっと一応他にね、なんか効率がいいものがないかは確認しておいた方がいいよな。ポロニアンモールとかね。ここで何かコミュニティが、スーツ姿の男性行った。やっぱり、うちの会社にもお客の心をつかむカリスマが必要ね。奥様方をキャーキャー言わせる金の卵はいないのかしら。ここにいる。ってこれ魅力足りないんじゃない？どこよ、見えないわよ。この男性が舞子から聞いた特徴的な声の男性のようだ。しかし男性の興味を引くことができなかった。魅力が光ってる程度。多分もう一段階必要なんだろうな。ゲーセンは勇気か。勇気が上がるやつ。いや、そんなところ？待って、占い師はいないかな。あれ、曜日決まってるのかな？占い師がいる曜日って。あれ、今日もいないよ。どうも。あれ、ここにいつもいたよね。それともなんか場所が、ここになってる。カウンターじゃないんだ、占い師のまま。おや、あなたからは不可思議な波動を感じますね。私の精神に映るビジョン。過去と今と未来のありさまを象徴するもの。普通の方ならば、それが鮮明で、遥か向こうまで見渡せるのですが、あなたは違います。まばゆい光と淀んだ影に包まれて、ごくごく近い場所しか見えず、その先はまるで見通せない。なんという数奇な運命でしょうか。さて、光と影の少年よ。今どのような境遇に自分があるのか知りたいときは私にお尋ねなさい。私に見える限りのビジョンを持って占って差し上げましょう。へえ、占いの結果で吉兆が示されるとタルタロスでも恩恵を受けることができます。あ、占い結果はその日の間しか持続しないんだ。月ごとに占える回数が決まってる。なお、満月当日には占ってもらうことはできません。あ、当日、その日しか効果がないんだ。おや、何やらあなた自身に変化があったご様子。では、数奇な光を帯びるあなたにふさわしい新たな占いをご用意いたしましょう。新たな占い、幸運占い。あ、これが依頼の占いか。ではどうしますか。ここは早速。お金取るんだ、やっぱり。それはまた、純平がいる時にタルタロスに行って確認したいですね。いや、それであればやっぱり、寮に戻って確認しておきましょうか。こういう時に。
岩戸台掲示板メモね、確認していきましょうか。メモに書いてあるアドレスに移動した。岩戸台 BBS、 岩戸台に関して話される掲示板のようだ。だって今の若い子って BBS って何かわかるのかな。最新で更新された話題は裏技、駅前の自動販売機知っとけ。ひとまずこのスレを見てみようか。何かあるの、自販機。岩戸台駅前の自動販売機、早く直せ。裏技って何？売り切れジュースが実は買える。自動販売機の故障であるジュースまで売り切れて出てるんだけど、まあ押してみ。売り切れ表示だけど買える、ヤクルシおすすめ。売り切れ表示になっている飲み物が買える裏技のようだ。今度岩戸台駅前の自動販売機を見てみようか。裏技でも何でもないよね。押したら買えたって話でしょ。結構遅い時間になってしまった。寝るか。試すだけ試してみようか。5月27日、水曜日ですね。と何か噂話がある。聞いてよ。でさ、100円ショップで買ったあのサボテン、増加だったの。道理で枯れないわけだよ。私の世話がうまいわけじゃなかったんだ。嘘。ウケる。あんたあんなに可愛がってたのに。そういうのはちゃんとホームセンターとか花屋で買った方が絶対いいって。ポートアイランドの花屋に今度買いに行く。あそこ最近、ああ家庭菜園用の苗とか力入れてるって聞くし。ラフレシアで買えるんだ。なるほどね。入荷次第で新しい苗に出会えるかもしれない。まあ、ちょっと今お金ないからな。ほんとタルタロスに行くかバイトするかしないとまずいな。隣のクラスのペルソナ使いか。東大元クラスっていうか初対じみてるっていうか。要するにもったいね。可愛かったらもっともったいね。それはね、次の満月が来るまで多分仲間にならないと思うんで、ほっといていいよね。あーで、後期のペルソナがいないから優子は上がらないんじゃないかな。どうでしょう。優子は一緒に帰りたいようだ。そうだよね。で、全然ね、休日の誘い来てないよね、優子から。女性からのお誘いってあんまりないのかな。どうしよう。豪気のペルソナ作っておきたいよな。で、こっちはこっちで皇帝でもいいんか。なんか千尋もいないしな。あ、待って、一応確認しておきたいな。家庭科室、あれいないのかな。まだ家庭科室なんて書いてあるかな。ごめん、今いないって書いてある。あれ、これ何日からみたいなのってあるんでしたっけ。学力が上がっただけじゃダメなのかな。いや、それであればしゃあないな。生徒会に行きますか、今日は。生徒会の活動日だ。小田切ね。エンペラーはないけど、まだ米ランクは上がるでしょう。まあ、今回は上がるけど、次ランク4まで上がるかどうかだよな。じゃあ、小田切、期待している。お互いのためにな。はい。何を期待されてるんだ。どうしたんだ。おい、小田切、なんだよ今の。お互いのためってどういうことだ。より良い学園生活を望む教師が適性ある生徒に協力を要請しただけのこと。生徒会長が彼を手伝いとして呼んでいるように、ね、勝手に仕切んなっての。生徒会長に相談もなしにあんなこと。どんなこと、何があった。ちょっと待って、これ確認しとかないとな。どっちでもいいみたいだな。何があった。男子トイレでタバコの吸い殻が見つかったらしいんです。それでその犯人探しを風紀委員でやってくれないかって先生。犯人探し、現行犯じゃダメなんですかね。風紀を乱す輩を風紀委員が捜索する、至極当然の成り行きじゃないか。期待する側の心情は二極だ。叶えば信頼、裏切れば不信。有能であるがゆえに期待も集まる。このタイミングでお互い苦労するな。ピロリロリンってならないなって思って聞いてたんだけど、変なタイミングで上がりましたね。小田切から期待されているようだ。
あれこれで終わりなのか。絶対次上がんないじゃん。工程も作っておかないとダメだな。ランク4絶対上がんないし、こいつ絶対休日に誘ってくるようなやつじゃないもんな。では失礼するよ。うわーしんどいなこの辺のコミュ上げるの。おい俺を無視してんじゃねえ、この犬野郎。この犬野郎よくないですよね、生徒会同士なのに喧嘩なんて。私生徒会長にこのこと。俺はどうすれば。今日の仕事を終え帰ることにした。今来たところなのに帰っちゃうんだ。今日こそタルタロス行けるかな。順平いるだろうな。おかえり。あいるいる。おかえり。大丈夫、みんないる。オッケー、いくつきさんもいる。山岸くんの件は僕も本当に残念に思ってるよ。なかなか適性がある子を見つけるのは大変だからね。君たちも人が増えれば心強いだろう。心強い。そうだね。ひとまずは真田くんが復帰してくれてよかったよ。まあ行きますか、とりあえずタルタロス。しばらくねバトル展開なかったから、じゃあ動画としてもねひたすら日常パートなんで結構しんどいところがあるんだよね。なんだ。さてようやくだな。お前たちには負担をかけたが、それもここまでだ。期待してる。無理はするな。得意技は拳で相手を圧倒する力任せのパワーファイト。脳筋じゃんだと思うだろ。だが決してそれだけじゃない。絡めても含め勝つための技を磨いてきた。まあ見てもらえればわかる。頼もしいな真田先輩。遅れを取った分はすぐ取り返してやる。先輩としての意地もあるしな。まずは前線に出してくれ。オッケー、行きましょうか。じゃあやっとねパーティーが4人になる。なんだ、女教皇のタロットが反応している。シャッフルタイムに、ああダイアルカナカードが追加された。女教皇の力、今回の潜入中総攻撃で与えるダメージが上昇する。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、すっかり忘れてたんだけどさ、占いしてもらうの忘れてた。え、今度は何？お待ちしておりました。まだ何かあるの？素晴らしい。迫る脅威を退けられたようですね。ヘム、順調に力をつけになられている様子。力といえば、大アルカナについてはお気づきでしょうか？気づいてた？はい。大アルカナは可能性の目をより豊かに伸ばす、いわば促進剤です。強大なシャドウを倒した時、一枚の絵札としてあなたの前に現れたはず。今後もお見かけした際はどうかお手に取られますように。何でもご存知なんですね。大きな試練を突破し、特殊なカードを獲得すると、シャッフルタイムに新しい大アルカナカードが出現するようになります。大アルカナの力、これから先役立つかもしれない。なるほどといったところで、ちょっと待って、これやってみようかな。ロールバック。どこまで戻れるんだ？ラウンジまで戻れるのか。待って、今何日？ 5月27日で間違いないよね。5月27日のラウンジまで戻りますか、じゃあ。ちょっと忘れずに占いしてもらわないとね、せっかくだから。いくらぐらいかかるんだろう。運勢でいいのかな。どちらの運勢？あ、高っ。3000円もするの？やるか。タルタロス探索時に希少敵と遭遇する確率が上昇する。これ受信じゃないや。受領してから受けた方がいいのかな。ちょっと待って。念のためね、3000円高いから。何か間違いがあっては困るので、また悪名のかけらくれるんだ。ちょいちょいくれるね。依頼を受けていただけますか？どれだ？占いの効果を試してみて。これ試してみよう。どうやらポロニアンモールにあるクラブにも有名な占い師の方がいるようなのです。噂によれば、どのようなこともズバリ的中されるのだとか。私、その占いがどの程度当たるものなのか、大変興味がございます。ぜひともそのお方に依頼をし、真偽を確かめていただけないでしょうか。
レアシャドンをよく見かけられるかどうかという占いでお願いいたします。では何とぞ。これ実際に見かけなくてもいいのかな、結果さえ報告すれば。そういう解釈でいいのかな。じゃあ幸運占いやってもらいましょうか。たっか128円しかないんだけど。見えました。今宵影に潜む塔へ行かれると、あなたは希代の好敵手に遭遇するでしょう。レアシャドウと遭遇する確率が上昇した。あなたの運命に幸多からんこと。これで経験値稼ぎができるかな。幸運って言うけどお金がたくさんもらえるとかっていう話じゃないんだよね。よし、じゃあ再びね、タルタロスまで帰ってきました。なあなあ、みんないるんだな。まだそんなこと言ってるんだ。コンビニができてほしいって。特に話すことないよな、こいつらに。行きますか、じゃあ前回のタルタロスの続き。そうだ、伝えておくことがある。以前タルタロスが複数のエリアに分かれていると言ったのを覚えているか。私のペンテシレアの力で分かったんだが、20階を超えたあたりに妙な反応があってな。何か動きがあるかもしれん。まずはそこを目指してくれ。では今日も頼んだぞ。21階でしょ。これね、オリジナルよりも階層が高いんですけど、最上階の高さ高くなってるのかな、もしかして。ちょっと不安に思ってるところですね、それが。よし、到着したな。やはりこのフロアは、これ前聞いたな。そこが通れるようになるでしょう。なんだこの家では。おい、注意しろ。障害物がなくなるだけじゃなくて、階段が構築されるようになってるんだ。収まったか。しかし今のは日々の変化とは別に、こんなことが目の前で起きるとは。とにかくこれで道は開けた。その先へ進んでみてくれ。今後の当面の目標だが、おそらくまた同じような行き止まりがある。次はそこを目指してくれ。よろしく頼む。でかいもんが変形すんの見ると合体ロボみたいで興奮しね。次はどんな仕掛けがあるんだろうな。まあ行ってみますか。じゃあこれで何？この先のフロア、これまでと違うぞ。より強大な気迫のようなものを感じる。気を引き締めて進んでくれ。ついに新しいブロックに来ましたね。あ、いるよ。早速出てきた。そういえば占い師の言った希代の好敵手と遭遇する。珍しい敵にそろそろ出会うだろうか。フロアの雰囲気がだいぶ変わりましたね。そういう感じなんだ。ちょっと久しぶりだよね、タルタロス。これ何の反応だ。あ、そこにいるんかい。あいつ倒しておきたいな。レベル上げたいから。倒せば経験値がたくさんもらえる。ちょっと変なとこにこっち来んなよ。後ろ見せてほしいんだよな。珍しいシャドウ。オッケー、久しぶりのバトルがこいつなのか。真田先輩早いな。いきなりマハジを使えるんだ。しかもソニックパンチ、低確率で動揺状態にする。効くかな。これが真田先輩の初バトルですね。ちょっと何今の間、随分引っ張ったね。動揺にはならないのか。ガール、さすがに第2ブロックだから強いな、こいつ。硬くない？ラクンダ入れた方がいいんじゃないか、もしかして。どうする？リームでラクンダ入れられるのか。このターンで片付けられないのであれば、ラクンダ絶対入れた方がいいし。下がってる。逃げないだろうな。大丈夫か？危ない。2ターン連続で動きやがった、こいつ。ジオの方がいいかな、サナダ先輩は。いや、殴った方が良かったかもしれない。わかんないな。いや、倒せるだろ、これはさすがに。ヘルメスで、オッケー、倒しきれました。メタルスライムみたいなもんだからね。シャッフルタイムで。あ、女教皇早速出てきましたね。総攻撃の威力が上昇する。いや、お金も欲しいけど、これ先にダイヤルかな、揃えちゃいたいな。総攻撃の威力が上昇しました。経験値高っ。800ももらえるの？そんな違うんだ、経験値。
で出てくるシャドウも変わるだろうから、しっかり弱点を確認しながらいかないとダメですね。まあしばらくはひたすらタルタロスをね登る感じだと思うので、うん、ちょっとね途中カットして省略してね動画を編集していきたいと思います。ある程度キリがいいところまでね、うん、パート進めていきたいと思いますね。気をつけろ敵だ。ここのしてかかってくれ。ね、区切りのフロアまで来ましたね。相手は特別な個体のようだ。事前に情報を知る術はないが、戦闘に入れば私は敵を調べる能力アナライズを扱える。参考程度ではあるが、勝つためにあらゆるものを利用してくれ。一回セーブしてから行きますか。28階まで来ましたよ。早速サクサク進めていたんだよな。これは現在6号様は大変多くのペルソナをお持ちのご様子。それは非常によろしいかと。ですが今の6号様であればより強力なペルソナを扱うこともできるのでは。そんなこと言ってくるの。まずそこにいるんだ。ごきげんよう。あれ、依頼について報告できるのか。あ、できるんだ。素晴らしい。占いの結果はいかがでしたでしょうか。なるほど、本当に占いの結果通り恩恵が得られたのですね。それでは。一体占い師の方は何者なのでしょうか。いつか私もお会いしたいものでございます。報酬もスピードインセンスが3つももらえるんだ。ただ特に新しい依頼は来ないのかな。この辺片付けていきたいんだけどな。進捗状況とか確認できるんだ。この辺、意外と早く終わりそうだな。無理強いはいたしませんが。とは、数珠丸さね継ぐがいつ手に入るかだよな。ペルソナって今満タンなんだっけ。あ、パンパンになってる。つの間にか。ちょっとセーブして何かペルソナ作りますか。いや、今日はこのボスを倒すところでキリがいいかな。ちょっと何とも言えないな。とりあえず、ボス戦まではやっておきましょうか。で、まあ、ペルソナを新しく作るなどして今日のパートは終わるかもしれないですね。まあ、行こう。よく見たらさ、2種類の鳥なのか。退屈せずに済みそうだな。行くぞ。真ん中の鳥は浜、後派弱点じゃないかな。あれ、今まで出てきたシャドウと違うんだ。とりあえずマハジオで様子を見るか。複数いるのであれば弱点はいないのか。やべ、敵の方が早い。しかもアギラワが飛んでくるんだ。これガル効かないんじゃないかな。さすがに試してみるけど、ガル効かなそうな気がする。手前から確認するか。鳥系だから、あ、効くの。そう、ガル弱点だと。まさかの鳥なのに風に弱いんだ。そんなことあるんですね。奥のやつアギランをしてきたから、ブフが効いたりしませんか。ここはお試しのブフをくらい。どうかしら。あ、ナイス。弱点が早々に見つかった。そういえばなんか霧城先輩がアナライズがどうこうって言ってましたね。忘れてた。攻撃しなくても弱点が分かったりなんてことあるのかな。レジストナイズだ。そうだよね、分かってる弱点しか確認できないよね。どう頑張ってもさ。どうしようかな。敵全体に斬撃属性、これやっとこうか。強い強い。血を効かないんだな。どうする。そしたらまた順番に弱点をついて総攻撃していきましょう。今回は簡単に倒せそうですね。かわいいな、ゆかり。リロードのゆかりはかわいいな。これでこいつも終わりだ。だからあと1体。畳みかけていきたいけど、こいつ他に弱点ないのかな。弱点が1つとは限らないからさ。すぐ倒せるな。なんなら、これラクンダ入れておくべきだったな。失敗しました。一番最初にラクンダをかけておくべきでしたね。
パワースラッシュ斬撃か。もうここまで来たら今さらラクンダを入れる必要ないんだよな。ガール効くかな。やっぱ効かないんだ。レジスト、アギは絶対効かないと思う。外してんじゃねえよ。これね、攻撃すかしてもすっ転ばなくて済むんですよね。ここは良いですね。結構物理攻撃すっ転ぶのが怖いんだけど、怖かったんだけど、本作は安心して攻撃できる。2167ももらえるんだ。リリームレベル上がっちゃった。まあ、リンカリンカ、別にリリームはレベル上げなくてもいいんだよな。タルンダだ、ナイス。やっぱんだけカジャ系は欲しいですね。大物相手でも先輩いると安心感あるよな。やっぱり戦い慣れてますよね。頼りにしてます。そうだな。ああ任せておけ。出遅れた分は結果で答える。問題なさそうだな、アキヒコ。後輩たちの力になってやれ。ただ状況は変わっている。また長期離脱なんてことがないようにな。わかってるさ。もうお預けを食うのはごめんだ。やるぞ。さあウォーミングアップは終わりだ。ペースを上げていくぞ。今のでウォーミングアップ、これ本当に頼もしいわ。とりあえず一回帰るか。待って、宝箱があるんだよね。ちょっとトイレ行きてえかも。トイレに行きたい。トイレってどっかにあんのかな。ウムギモーターで革命のかけら31個ある。使っても29個ある。だいぶ集まりましたね、薄命のかけら。マハラギだって。いやー、複数体攻撃魔法欲しいなー。使っちゃってもいいんだけど、その前にペルソナ合体させたいかなベルベットルームに入るとき、一緒に入ってくるんだ。ちゃんと。ベルベットルーム来るの久しぶりだな。ようこそベルベットルームへ。アークエンジェルとキマイラでジャックランタンか。ジャックブラザーズみたいな合体魔法って使えるのかな、本作。なんか無くなったという噂も聞いてるんだけど。いや、コミュニティをね、ちょっと意識して作った方がいいと思うんですよね。だから後期が欲しいかな。アプサラスとオンモラキ。リリムとオンモラキ。いや、インジャー使っちゃ困るんだよな。お金もそんなにないから、オンモラキを召喚し直すのもしんどいので。皇帝フォルネウス。あ、皇帝フォルネウス。フォルネウス皇帝だったのか。あれ、法王は誰でしたっけ？よくお考えになると。法王のコミュニティも開放してましたよね、確か。ちょっと待って、それってここじゃ確認できないのかな？入り直さないとダメか。いや、ちょっと念のため確認しとこう。法王は、確かコミュニティ開放した覚えがあるんだけど、全然誰だか思い出せない。待って、なんでエリザベスも出てくるの。ごきげんよう。何かあるのこの人。まあ、ジャック・フロストをお持ちのようですね。この愛くるしいフォルムと考えていることが読めない表情、まさにパーフェクトでございます。ちなみに相方ジャック・ランタンとの漫才はすってんころりんの大爆笑ものです。まだでしたらぜひご覧ください。あれ、やっぱりあるのかな。それでは。なんだっけ、ミックスレイドみたいな。あ、古本屋の老夫婦が法王か。いや、それは急いで必要なわけじゃないからな。いや、オンモラキ消費して作ってしまうか、豪気のペルソナ、バルキリー。そうしよう。多少お金はね、貯まってますんで。そしたら、オンモラキ、リリムは使いたくないな。オンモラキとアプサラスでバルキリーを作りますか。スクカジャオートが使えるんだ。まあいいか。とりあえず。スキルはいくつ継承？二つだけなんだ。じゃあガルジオでいいんじゃないですか。普通に。なかなかの力を授かって生まれそうですな。はい。これでお願いします。始まります。合体事故起きないだろうな。大丈夫かな。バルキリー召喚できました。合体できましたね。戦場が私を呼んでいる。共にかけましょう。で、あ、そうか。コミュニティの絆ね。いくつまで上がる？レベル12までか。で、ちょっとついでなんで、いらないエンジェルとか合体で使っちゃいたいんだよな。猫将軍が作れるレベルが足りないのか。
重い金も作れるけど、ジャックフロストも消費してしまうんですよね。よくお考えになる。いや、消費してしまってもいいか、別にジャックフロスト全然使わないからな。とりあえずちょっとペルソナの枠を開けたいんだな。いや、でもジャックフロストレベルが上がれば、マハブフが使えるんですよね。レベル上げてから合体でもいいんだよな。どうしよう。モモラキ呼び戻しておきますか。高いな、3000円。はあ、ジャックフロストとアークエンジェルでベリスが作れるのであれば、ベリスも作っておこうかな。レベル13だからね。ちょっとマジシャンのペルソナ消費してしまうけどいいか。我はベリス、心の主よ、恐れることはない。貴様に忠誠を誓おう。クック。 OK、 これでまた一つ依頼達成できますね。レベル上がるのか。一応レベル14まで来た。パワースラッシュ、一旦そんなところかな。じゃあこれを報告していきますか。ブフーラジェム、特に何もないんだ。硬派を持つペルソナ、あ、これも今増えたけど報告できますね。猛攻の強、次は皇帝オベロン。ペルソナ作成課題だって。マハジオを持った皇帝オベロン、なるほど。うまく継承していかなきゃいけない。マハジオって使えるペルソナ今持ってないよな。まあ、といったところで、ちょっと一旦今回のね、動画はここで終わりにしたいと思います。まあ、録画外で引き続きね、タルタロス登っていくんですが、まあ、また、キリがいいところで、一旦今日は帰るか、まあ、次の中ボスのところからね、次回また再開になるかと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。